トレオニンはアミノ酸の一種で即座にヒドロキシエチル元を持つ。読みの違いでスレオニンと表記されることも多い。略語は THR または T。トレオースに構造が似ていることから命名された。極性無電化即座アミノ酸に分類される。必須アミノ酸の一つ。穀物中のトレオニン顔料は比較的高いが消化吸収が悪い。陶原性を持つ。 遺伝子中では、コドン A c ACC、赤、ACG によって行動されている。光学活性中心を2つ持つため4つの異性体がある。すなわちエルトレオニンには2つのジアステレオマーが存在するが、体のみがエルトレオニンと呼ばれる。体は天然にはほとんど存在せず、エル・アロトレオニンと呼ばれる。即座のヒドロキシ元にグリコシルカを受け、糖査を形成する。 トレオニンキナーゼの作用により、リン酸化され、ホスホトレオニンとなる。トレオニンを多く含む食品として、カッテージチーズ、鶏肉、魚、肉、レンズ豆は挙げられる。トレオニンは、タンパク質を構成する20種類のアミノ酸の中で、最後の1935年に、ウィリアム・カミングローズ、リチャード・マッコイ、カーティス・マイヤーによって発見された。 このアミノ酸はトレオースと構造が似ていたためトレオニンと命名された。人はトレオニンを体内で作り出すことができないため必須アミノ酸に分類される。一方、植物や大部分の微生物はアスパラギン酸から合成している。生合成の各段階は次のようなものである。まず、酵素アスパルトキナーゼがアスパラギン酸の β カルボキシル元をリン酸化する。次に、 ベータアスパルテートセミアルデヒドデヒドロゲナーゼによって還元され、ベータアスパルテートセミアルデヒドになる。これは、トレオニン、メチオニン、リシンの生合成において重要な中間体である。これが、ホモセリンデヒドロゲナーゼ、ホモセリンキナーゼ、トレオニンシンターゼの作用により、トレオニンとなる。トレオニンは二通りの経路で代謝される。ありがとうございます。